よちんのビートルズ・ゴー・ゴも始まりました。よっちんのビートルズアゴーゴー、2017年11月号 DJ のよっちんです。どうぞよろしく。さてさて、今回のよっちんのビートルズアゴーゴーでは、先月8日に僕の店ザ・ケーブ神戸で行われましたハウスバンドザ・ブラックバーズのハウスバンド就任1周年記念ライブの中から、もちろんザ・ブラックバーズの演奏曲と、この日のためにと、はるばるスウェーデンからお祝いに駆けつけてくれました僕の友人のバンド、ザ・バーチルズの演奏から各1曲ずつご紹介したいと思いますので、最後までお楽しみに。さあ、それではそろそろ参りましょうか。 We love the Beatles! それではここで強力なスペシャルスポンサー、ビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間、音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さあ、あなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。世界中になんと3億5000万人を超える読者を持つ強力なスペシャルスポンサー、ビートルズマガジンをご紹介したところで、早速1曲目ご紹介しましょう。1組目のバンドはハウスバンド就任1周年を迎えたザ・ブラックバーズをお祝いするために、はるばるスウェーデンから駆けつけてくれた僕の友人のバンド、ザ・バーチルズ。彼らの演奏から1曲お届けしますね。このザ・バーチルズ、毎年8月にイギリスのリバプールで開催されるインターナショナルビートルウィークの常連バンド。僕が昨年の30周年記念のビートルウィークに参加した際に仲良くなって、ぜひ日本で演奏したいという相談を受けて、今回このような形で実現しました。今回彼らは東京2カ所を皮切りに、関西ではキャバンクラブ大阪、京都実技音のジョニーエンジェル、そして僕の店ザ・ケーブ神戸と全5公演をパワフルにこなしてくれ、好評を博していました。バンドリーダーでリズムギターのケントを中心に、ドラムスのオル、ベースジミー、リードギターダグラスという、実は年配組が2人と若手組2人というなかなか面白い組み合わせで、ビートルズナンバーはもちろん60年代70年代のロックを巧みに操っていました。ディープパープルのスモークオンザウォーターなんかも演奏して会場を盛り上げてましたよ。さて、そんなバーチルズ、今回はビートルズの武道館での演奏セットリストを中心にステージを展開。その演奏曲の中からこの曲をチョイスしましたよ。曲はまさに1966年のビートルズ来日公演のオープニングで演奏されたあの曲。アルバムビートルズフォーセールにも収録されている曲といえば、もうお分かりですよね。さあ、それではお聴きいただきましょう。ザ・バーチルズの演奏でロックンロールミュージックです。 Here we go!Took my love on a trial back. So you can get a
ザ・バーチルズの演奏でロックンロールミュージックをお聴きいただきました。2曲目のご紹介に行く前にここでご報告です。10月21日の土曜日に大阪南港 ATC で開催された第8回ビートルズストリート出演してまいりました。この日はね、あいにくの雨でね、会場を屋内に移しての開催となりましたが、各出演バンドの熱演でオープニングから常に満員のオーディエンスに恵まれ、オーラスのセッションタイムまで非常に盛り上がって終了いたしております。ご来場の皆さんありがとうございました。そしてスタッフ出演者の皆さんも大変お疲れ様でした。僕たちね、ザ・ビートルスケッチ、この日はシーザーウーマン、ワイルドマイギター、ジェントリーウィーブス、イマジン、ノーウィジオンウッド、キャントバイミラブを演奏。その後ですね、ストリートステージにもふらりと遊びに行って、スタンドバイミーやスターティングオーバー、セブンティーンなどを歌ってきました。いやね、ここでも改めてビートルズは国境や世代をね、超えて愛されていることを実感した次第でございます。今後もこのイベントは続きますので、まだ未体験の方はぜひビートルズストリート体験してくださいね。次回開催が決まりましたら番組内でもお知らせいたします。そしてもう一つお知らせがあります。実は今月下旬再びリバプールに行ってまいります。今回の重要な目的は日本のバンドをプロモートすること。そのバンドの名前はザ・ビートライブス。ご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、彼らはこれまでに3回インターナショナルビートルウィークに出演しております。ただいわゆるフェスでの、ね、会場での演奏とそれも全然ね、普段のキャバンとやっぱり違うんですよね。オーディエンスがまず厳しさが違うと、それを彼らはやっぱ分かっているということで、フェスではなく普段のとても厳しいオーディエンスの前で自分たちの実力を試したい、そういうね、彼らの強い思いを受けてこの度、プロモートすることになったというのが流れなんですよ。今年60周年を迎えたリバプールのザ・キャバーンクラブ、屈強のトリビュートバンドとオーディエンスが我々を待ち受けています。これね、ギグの日程なんですけど、11月の23日から26日までの4日間、毎日ギグをやります。まずね、最初の初日、ポールが演奏したライブラウンジからギグがスタートするんですがね、何でもこの時キンクスの、ね、有名トリビュートバンドのスペシャルゲスト枠に我々ブッキングしていただいているということなんですよね。これは否応なしにテンション上がりますよね。僕もね、少しだけ演奏で参加することになっています。さてさて、どんなツアーになりますでしょうか。次回この番組でご報告できればと思ってますので、お楽しみに。あ、でもね、帰国が28日なんですよ。間に合えばということではありますが、お楽しみに。さあ、それでは2曲目をご紹介しましょう。2曲目を演奏しているのは僕の店、ザ・ケーブ神戸のハウスバンドとなって1年が経ちました、ザ・ブラックバーズ。彼らの演奏からもチョイスしてきましたよ。その昔、高校時代にリーダーでポールパートのハッちゃんがジョンパートのヒラシーと結成したバンドが母体となっています。その後メンバーの入れ替えなどを経て現在のメンバーに落ち着き、神戸市の新開地音楽祭などに出演していました。今はジョージパートがケンちゃん、リンゴパートはタケというラインナップになっています。昨年ひょんなことから知り合って彼らの演奏を聴き、その彼らがもっと上手くなりたいという強い意志を持っていたことと、そして何よりもとてもキャラクターがいい4人組であったことから、ハウスバンドとして毎月第2日曜日に出演してもらっています。ステージの MC でもね、このキャラクター余すことなく発揮されていまして、 MC ファンも着実に増えているというなかなか面白いバンドでもありますよ。その彼らの1周年記念ライブのセットリストからご紹介する曲は、珍しくリンゴが歌ったこの曲をチョイス。1969年にビートルズが発表したオリジナルアルバム、アビーロードの5曲目に収録されている曲。これまた珍しいことに作詞作曲がリンゴという、これね、作品なんですけど、まあ実際にはジョージが随分助けてくれていたり、間奏部分の印象なサウンドであるコップで水ブクブクっていうのが、これジョンが盛り上げていたりということでね、リンゴがいかに解散前のビートルズの中で中和剤的な立ち位置だったのかを垣間見える、そのような気がしますよね。ほのぼのとした曲調とは裏腹に、その歌詞の内容といえば内向的で、海の底に逃げてしまいたいというもの。これね、当時のリンゴの心情の表れなんでしょうかね。まあ、何やともあれね、聞いていただきましょう。ザ・ブラックバーズの演奏、ドラムス・タケのボーカルでお送りします。オクトパスガーデンです。 Here we go。
ブラックバーズの演奏でオクトパスガーデンお聴きいただきました。今回はスウェーデンからやってきたザ・バーチルズの演奏でロックンロールミュージックを、そして神戸市在住のザ・ブラックバーズの演奏でオクトパスガーデンをお聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ザ・バーチルズは初めての日本公演ということで、新一のリーダーケントの発案で1966年のビートルズ日本武道館公演のセットリストを中心にした選曲でのステージングを用意してくれ、オーディエンスも大喜びでした。迎えたザ・ブラックバーズと共に英語や身振り手振りで交流を深め、共に笑い共に笑う、そして共に歌う夜となりました。さて2年目を迎えたザ・ブラックバーズなんですが、11月の4日と5日には岐阜県恵那市の明智町日本大正村にて開催される音楽交流会、そして大正村朝市への出演が決まっています。これにはね、僕と相方の鉄星も出演しますよ。でこうやってね、音楽は人と人をつなぐ接着剤になっていくんです。これはね、いつも僕が言うんですけど、でそうです、音楽は人と人をつなぐ接着剤、何年経ってもそんな気持ち心を大切にする、これがね本当持ち続けていかなければいけませんよね。引き続きザ・ブラックバーズへのご指導ご鞭撻の方もよろしくお願いいたします。はい、ということで、そろそろお時間エンディングです。世界中で国境を越え、世代やジャンルを超えて愛され続けるザ・ビートルズ、彼らの楽曲は彼らを愛する人たちの共通の言語と言っても過言ではないでしょう。彼らにインスパイアされ楽器を持ち、彼らの歌を歌う者同士ならとてもシンプルに心を一つにできる、いやビートルズって本当に素晴らしいですね。よっちんのビートルズは55、今回はここまで。また次回をお楽しみに。エンディング曲ラクスクラテの演奏する竹内まりやさんのマージービートで歌わせてをバックに、 See you next time! バイバーイ。